林本源は、板橋林家とも称し、新朝統治下の台北板橋における家族の総称。林本源は、個人名称ではなく、板橋林家の野号である。林家は、福建省州府、龍敬県白井司法出身とする家族である。台湾における海祖は、林大虎であり、1784年に、長子林平螺とと共に、新庄に移住したのが最初である。 当地で、米国業で財を成した林平公は、現金により、流州地府に任じられたこともあったが、間もなく、家後実施財産を築いた。死後は財産を、陰、水、本、死、源の五つの野豪にて、林国宗、林国人、林国家、林国房及び林国吉の息子五人に分割された。そして、本、 源を相続した林国家と林国義が同母兄弟であったため、後に称号を合わせて林本源と称されるようになった。住居は現在板橋林家花園と称されており、王子の豪華さを忍ばせる住居跡は板橋の観光地となっている。新潮末期になって登場した林正譲る及び林正源は、林家の中でも高く評価される人物である。 1871年、台湾に漂着した琉球漁民が、現住民により殺害されたことに橋を発する、台湾出兵に際し、新朝より派遣された、金佐大臣の陳茂三に対し、事件後後山及び山区の名で荒木を目的に、財政援助を行い、1884年の清仏戦争では、金佐大臣、劉明殿に対し、林忠志源は、 銀二十万両を寄付し、流明令に協力し台湾防衛に尽力しまた、今務大臣に任命されるなど活躍している。これらの活躍により、李公省、森仙海等との地具を得、1886年には、ふと牧事政教に任じられている。1894年の生太校の、官理祝賀式典では三万両の費用を、拠出している。 また森仙海と共に、蘇州の登米園を見学した後に、台湾で同じ庭園を造営しようと、すべての建材や草木を東山より運び、現在台湾を代表する庭園を完成させるなど、文化的な実績もある。日清戦争の結果、日本統治時代が始まると、林忠源は、甘いの鼓老所に移り新に邸宅を造営し、小板橋と称した。 当時の調査によれば総資産1億1000万両という破格の資産を有しており、名実ともに台湾を代表する一族であったと言える。林区まじるし。1926年台湾 S50、リッチスト・ホーブス、メイ2013。ありがとうございます。